大谷武治のマイロードラジオ。こんばんは。名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷武治です。さあ明日は子どもの日です。見た目は大人、頭脳は子どもの大谷武治と10分間どうぞお付き合いください。この番組はロードインターナショナルの提供でお送りします。楽天総合ランキングで大人気のコスメ商品 B ロード知らないシリーズはメイクを崩さない女性の強い味方。次世代ウォータープルーフでどんな時でも華やかに、乱れない、崩れない、メイクの花を散らさない、アイメイクは B ロード。はい、改めまして精神年齢3歳の大谷武治とアシスタントの大脇愛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何ですか3歳ってまあね、幼いということでそして今日はお客様をねお招きしています。名古屋グランパスコーチの飯島和久コーチです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。なんか大谷君雰囲気がだいぶ変わりましたね。これこの前1月に来た時はなんか2人でシーンとしてたんですけど、なんか花があるね今日。少しね撫でて、はい、アシスタントつきまして、はい、素晴らしい、はい、なんかメインスポンサーもついたっていう話で、もう、はい、僕の用意はいいですよ。もうで僕は愛ちゃんと呼べばいいですか。愛ちゃんで、はい、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい。まあ、そんな飯島コーチですけども、はい、まあ、僕の印象はですね、すごく仲良くしていただいてて、まあ、よくカラオケにね一緒に行くじゃないですか。カラオケって何ですか。カラオケ行くんですか。もうめちゃめちゃ好きじゃないですか。カラオケで飯島コーチは、はい、湘南の風が好きなんですね。意外ですね。なんか聞くのがですよ。いやいや、聞くのがですか。僕は何回も聞いてます、歌う姿を聞きたいで、なんだけど、はい、サビの高いところになるとマイクをバトンタッチしてくれるんですよ。歌ってくれなので今度僕は飯島コーチを歌のコーチ僕がします。ぜひよろしくお願いします、はい、でも一つ教わったじゃないですか発声方法ね、はい、はい、やりますか。ほーってはい、これやるとなんか良くなるっていう、それ言うとちょっとなんか違う感じになっちゃいますがまあ今日はそんな話をしに来たわけではねないので、まずはやっぱグランパスのコーチということで、はい、そこは忘れちゃいけませんので、まず今年のグランパスどうですか。いまいち調子が上がってません、はい、なので、はい、今日ここに来たのは一、うんうん、人でも多くのサポーターの方がね、はい、スタジアムに来ていただいて、はいはい、選手をこう後押ししていただきたいなと思って、うん、お願いしました、はい、去年はねすごくいいとこまで行ったから、はい、やっぱ今のうちにこう盛り上がっていかないと。去年はいいとこだったんでそうか、一昨年はトップだったんですけど、ね、あ、そうか、今年もぜひトップに返り咲きたいと思いまして、はい、じゃあサポーターのすごく、はい、そうですね、サポートが必要と。力が欲しいんです。なるほどなるほど、はい、でこの番組はですね、ガッツ泣いた終わりの場合が多いんですよ、はい、なので野球ファンの方もねたくさん聞いてると思うんで。そうなんですよね。どうですかサッカーの魅力とかなんかあったら。サッカーの魅力、はい、野球好きな人って結構こう、うん、静かにこう流れるのが好きなのかなと思うんですけど、サッカーってこう激しくて、はいはい、こう見逃せないんですけど、うんうんうん、まあ、ゴールもあんまり生まれないんですけど、うんうん、生まれた時の喜びっていうのは格別です、うんうん、応援が熱いですよね。ビール飲みながらもいいんですけど、すガーッとこう声援とかが、はい、なるほど。じゃあぜひぜひ野球ファンの方も。そうなんですよ、現場に来ないと分かんないですよ、この暑さが。そうですよ、ぜひ、ね、スタジオに来ていただいて、うんうんね、またドームと違って屋根もないから。そうなんですよ、開放感ありますね。いやいや、豊洲ありますけど、みずほの方、みずほの方、はい、ね、はい、ここでお知らせがあるということで。そうなんですよ、明後日ですね、はい、トヨタスタジアム午後5時から、はい、フロンターレ戦、川崎フロンターレ 戦、はい、フロンターレ戦があるので、はい、ぜひ結構重要なところだけは噛むんです、はい、ぜひ来ていただいて、はい、応援していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。わかりました。じゃあ皆さんぜひぜひね、はい、試合応援に行ってください。それではここで1曲をお届けします。ニューアルバム待てばプラスの日和ありの中から大谷武治でドエライン待ち。Thank you.
もかもがうまくいかない時はいつもその光を見つめ歌うんだ。この街は至るところに希望に満ちた場所がある。どこにいても認めてくれなかったこの僕を大きくしてくれる人情深き街。頑張ってちょっと一休み、泣きたい時は思い切り泣けばいいんだわ。お送りしましたのは大谷武春でどえらい街でした。大谷武春はライブがあります。明日愛知県犬山市の日本モンキーパークで歌います。時間は午前11時5分頃からと午後1時35分頃の2回歌います。ぜひ皆さん見に来てください。楽天総合ランキングで大人気のコスメ商品 B ロード知らないシリーズはメイクを崩さない女性の強い味方。次世代ウォータープルーフでどんな時でも華やかに、乱れない崩れないメイクの花を散らさない、アイメイクは B ロード。はい、今日はプレゼントがあります。僕がライブ出演しています日本モンキーパークのチケットを4枚セットにて5名様にプレゼントします。ご希望の方はメールファックスで来週木曜日10日必着でお送りください。メールはタケアットマーク都会ラディオ .co.jp、 ファックスは 052-961-0077、 いずれも大谷武春のマイロードラジオモンキーパーク係までお送りください。ぜひぜひね、メッセージもいただきましたら当選の確率が上がるかもしれませんのでよろしくお願いします。それでは来週も聞いてください。シンガーソングライター大谷武春とアシスタントの大脇愛、そして今日のお客様は名古屋グランパス飯島コーチでした。豊洲で待ってますよ。この番組はロードインターナショナルの提供でお送りしました。さまよってた。